兵庫ダービーが終わりました。リアタイザン見事な逃げ切りで幕を閉じています。明日は園田競馬、ナイター競馬、その金ナイターの開催日をお楽しみください。来週も水曜木曜金曜の日程でレースが行われます。金曜日ナイター競馬の開催となります。来週もどうぞお楽しみください。園田競馬、今日は兵庫ダービーが行われました。兵庫ダービーを含めて重賞3勝を挙げた夢の後先号メモリアル記念と題してこれからレースが行われます。なおこういったレースが今年度からスタートしました。当該馬の引退時の馬主及び当該馬の現在の所有者からの申請があってレースの運びとなります。この度は慶応先の有限会社白津牧場様より申請受けてのこのレースのレースということになりました。でメッセージが届いています。夢の後先は生まれ故郷の東牧場へ戻り繁殖生活を送っていましたが、去る1月31日難産により母子ともに残念ながら他界しました。繁殖牝馬としてまだまだこれからの10歳という若さでした。夢の後先はこれまで4頭の産駒を残してくれました。最後の産駒2歳の牝馬、2歳のボバは夢の後先と同じ市川オーナー所有で兵庫競馬でデビューと聞いております。母同様活躍し兵庫競馬を盛り上げる存在となってほしいと思いますというメッセージを頂戴しています。有限会社白津牧場様です。ありがとうございます。また有限会社白津牧場様からは一日も早くファンの皆様が競馬場へお越しになり白熱したレースを観戦していただけるよう心よりお祈り申し上げますとファンの皆様へにもメッセージを頂戴しています。夢の後先号メモリアル記念1230メートル戦頭数9頭主戦を務めた坂本騎手現在調教師となって5番アブニールレイブを今回出走させています。人気の中心となっています。枠入りが進んで8頭まで収まりました。8番ミューチュアリティちょっと杉浦騎手ダービーを勝った後今少し落ち着かない様子でしたが大丈夫です。9番ムーンコムレード入って枠入り完了スタートしました。おっと6番のレッドビータが後方からになりました。ここは真ん中5番のアブニールレイブか9番のムーンコムレードが少し競り合って2頭が抜け出していきました。4馬身の差1番ヨドノベスト3番手3番電光覇者外4番手3馬身切れて7番時のケリー続いていきます。2番名将若鷹その後ろ5番手その後ろは4番のファニーフェロー6番のレッドビータ続いていきます。3、4馬身切れて最後方に8番ミューチュアリティ縦長の展開となって9頭向こう上面です。夢の後先号メモリアル記念向こう上面に入って5番のアブニールレイブ人気の中心馬1馬身半のリード竹村騎手です。9番のムーンコムレード2番手内側1番ヨドノベストその後3番の電光覇者が続いていきます。4番手5、6馬身切れて7番時のケリーその後4番ファニーフェロー2番の名将若竹続いていきます。さらに遅れて6番のレッドビータ最後方に8番ミューチュアリティ4コーナーをこれから迎えます。逃げる5番のアブニールレイブ少し後ろを見やりました竹村騎手じわっと詰め寄ってくる9番のムーンコムレード3番手1番ヨドノベスト直線に向いて5番のアブニールレイブが粘る9番ムーンコムレード捕まえに行くがまだその差が詰まりません。2馬身の差1番のヨドノベストが3番手5番のアブニールレイブ逃げ切ったか詰め寄る9番ムーンコムレード5番のアブニールレイブムーンコムレード5輪わずかにそれでも粘ったか5番のアブニールレイブなお3着には1番ヨドノベスト5番のアブニールレイブ坂本厩舎の管理は竹村騎手の騎乗で人気に応えて逃げたように見えます。これで3連勝9番ムーンコブレード最後詰め寄りましたがあと一歩及ばなかったように見えました。夢の後先号メモリアル記念1230メートル夢の後先は菊水賞野次菊賞兵庫ダービーと重賞サンクラ勝利しました。その時主戦を務めていた坂本和也騎手調教師となってこの5番アブニールレイブの管理馬としてこのレースに出走人気に応えてどうやら勝利をものにしたようです。5番のアブニールレイブサウスミグラスの産駒4歳牝馬竹村騎手逃げの坂本のその後を継ぐようにして逃げの竹村として活躍しています。9番ムーンコムレード2着
そして離れた3着に1番のヨドノベスト、さらに遅れて7番の時のケリー、2番の名将若竹と続いています。夢の後先号メモリアル記念、この度申請くださった有限会社白津牧場さんの生産馬アブニールレーブが逃げ切っての勝利となりました。11レース夢の後先号メモリアル記念確定までもうしばらくお待ちください。今日も最後までのご観戦誠にありがとうございます。園田競馬、明日はナイター競馬の開催日、その金ナイターです。どうぞ明日の園田競馬もご期待ください。